猫用のミルクをねあげてます。猫用ワイン、名前はワインなんですけど、まあ実質ちょっとお肉風味なミルクみたいな。でオレオちゃんは嫌いなんですよ。何も食べてくれません。ペットミルクみたいな感じで、これねもらったのであげてみたんですけど、この2匹に関してはめちゃめちゃ好きみたいですね。あ、行かないんですか？クッキーは行くのやめたん？ついていくのやめたん？友達待ってます。ロビーに座ってめっちゃ早く着いた。なんか今自分がどこにおるかも分かってないんですけど、なんかいろいろあるっぽい。やばいな、めっちゃ高い。だから500なん？そうなんじゃ。すごバリ広いで、え、家めっちゃ広い。スリッパに履き替える？そうしよう。タカタカ言うじゃん。どっから行く？こっち行く？そっち行こう。え？バカ広いで。料理できるやん。いやー広い。すごい。洗面所。すごーい。シャワー。トイレ。え、つながってる。広ー。寝室。ここ寝室で。YouTube のルームツアーにさ、うん、ひたすらさ、ルディが正面から出てくんねん。だるい。マジだるい。こっちだった。こっちのセリフや。だるいよ。だるすぎる。すれ違うねん、何回か。ビュッフェの前に。ケーキ食べに来ました。お腹空いて。ティラミスと人参ケーキとアメリカナとアイスラテです。いいんじゃん。いいやん、明るい。キャロットケーキいただきます。ケーキとか食べさせてこれでウォーミングアップして胃袋開けたの。ビュッフェを詰め込む、うん。下ごしらえって大事だから。うちらの旅ってさ、面白いこと起きるじゃん。前なデータのデータ。なるほどね。あ、面白ワードみたいな。面白ワードってか、なんか。夜は長いよ。明日6時に起きる。嘘やん。運動しに行くなんか絶対嘘やん。うち6時からサウナ行くから。レータン入って帰ってくる。一生くれない。レータンって何？年単。ね。レータン通じてくれてありがとう。レータン入ってって。レータン入って、出てまた入ってレータン入って。ケーキがいっぱい。カニが美味しそう。カニがいっぱいです。食べるの必死で動画回すの忘れてました。忘れてた。完全にカニがうますぎて。カニカニ美味しい。うわ下手くそ。切らんかったらこんなことになってしまった。ガビーン。ガビじゃねえよ。あ、ガビーン。
え、入ってない入ってないんですよ。久しぶりのカニ、マジうまい。美味しいな、カニ。結構さ、うん、好きな食べ物トップかも。私も1位。あ、1位な、うん、寿司と、うん、1位寿司で2位カニかなと思ってる。うん、私もダントツでカニ。散歩して猫探すのにハマってて。え、最近ストーリーめっちゃ猫上がるやん。知らん、見てないねん、こっちストーリー。え、もうさ、あのオリンピック公園散歩しながら、うん、ここは誰々の縄張りみたいなのがあるわけ、うん、猫となって。そんなん上げてんの？いや、上げてないけど、そのルートを散歩してんの、うん、こうやってこの中に猫おったとか。忘れたかも。散歩しながらずっと猫取ってるのかって。なんかあれみたいだね、ジビリみたい。猫めっちゃいるじゃん。え、そう、猫めっちゃおんねん。しかも猫がおる道、猫がその縄張りでよく現れるとこだけを散歩コースにして散歩してるから。3日連続同じ猫見に行ったりしてる。買いすぎやから。ポケモンやりたいんだもん。ホテルで飲むワイン買いに来ました。歯ブラシはゼニガメ。これかな。これに。まあそんなんでうちらの夜は終わらないかな。ね。ね。グラティオや。うん。開けて。紹介して。かわいい。これやって方を歯ブラシ。え、あるんかな。ちょっと見てこよ。ゼニガメの歯ブラシ買ったけど備えついてた。そりゃあるわ、このレベルで歯ブラシだけなかった。あるに決まってるよ。最近のホテルないとこ多かったけど、あるとこはやっぱあるよね。はい、そしたらね、今からナイトルーティーン、ナイトスキンケアルーティーンの方を撮っていきたいと思います。まずね、メイクを落とそうと思うんですけど、メイク落としは今日は旅行用ってことで、このバニラコのめっちゃちっちゃいクレンジングバーム、めっちゃ可愛くない？これを持ってきました。普段大きいサイズのやつ使ってたりするんですけど、これどっかでもらってこれで落としていきます。クレンジングバームはこれめちゃくちゃ大好きでずっと使ってます。マスカラとかも結構綺麗にね、ちゃんと落としてくれます。水で流していきます。こんな感じで水ですすいだら、次洗顔ですね。メイクプレムのモイスチャークレンジングフォーム使っていきます。これは弱酸性なんですけど、めっちゃ泡立ちが良くて、弱酸性のやつって泡立ちがあんま良くないのが多いかなって思うんですけど、これはね、結構濃密な泡が立ってくれるし、使いやすくて大好きです。何本もねリピしてるアイテムです。あんま落ちてないなみたいな、ヌメヌメ感とかもなく使えるので、これは突っ張ることもなくこうしっとり肌仕上がるので好きです。今日は最近ね、私がハマってるパックをやっていこうと思います。それがね、こちらのスキンフードのストロベリーシュガーフードマスクです。これは洗い流すタイプのマスクパックなんですけど、こんな感じでブラックシュガーとイチゴの粒みたいなのが入ってるんですよね。ここね、顔に塗るんですけど、めっちゃイチゴのいい香りがするんですよ。スキンフードってこうね、食べ物からインスピレーションを受けて食べ物の成分が入ったスキンケアがたくさんあると思うんですけど、これはこうスクラブみたいになってるので、優しく角質の除去っていうのと毛穴のケアができるものになってます。私脂性肌でパックのね悩み夏場結構あって、脂性肌の方でアンプルとかクリームとかがたっぷり入った油分の多いパック使っちゃうと逆に肌荒れするっていう方いらっしゃいませんか？これ多分脂性肌あるあるだと思うんですけど、そういうアンプルとかクリームがいっぱい入ったパック使うと肌荒れちゃうっていう脂性肌さんだったり、混合肌の方にすごい使ってほしいパックになってます。他にもこのフードマスク6種類ぐらいあって、このこれはイチゴで、この角質とか毛穴のケアができるものなんですけど、これ以外にもいっぱいあるんですよね。だから自分の悩みに合ったものを選んで使ってみるのがいいんじゃないかなと思います。私はこのイチゴがめちゃくちゃ好きです。こんな感じで、わかる？スクラブプツプツプツってしてるの。でもそんな顔に刺激がある感じはあんまり感じないので、本当に、ね、優しく使えるタイプのものかなと思います。でこれはだいたい5分から10分ぐらい置いてあげて水で洗い流すんですけど、そのさ、流すタイプのマスクパックって
流すとき乾燥しすぎててめっちゃこすらないと落ちてくれないパック多いじゃないですか。結構力入れてこう水で乳化させながらゴシ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 しないといけないものが多い中で、これは固まる感じがないので、普段洗顔する時の力でスーッてこう流すだけで綺麗に落ちてくれるのが個人的に嬉しいポイントです。はい、こんな感じで洗い落としました。なんかこの毛穴ケアとか角質ケアって聞くとすっごい乾燥するんじゃないかみたいな、肌に刺激になって乾燥して突っ張った感じになるんじゃないかなって思う方いらっしゃると思うんですけど、しっかり保湿されてる感じが感じられます。私みたいに脂性肌で角質とか毛穴気になってる方はぜひ使ってみてください。これでパックしたら次トナーなんですけど、こちらスキンフードのキャロットパッドです。韓国のオリーブヤングでもベストセラー1位を取ってたりとか、韓国でもめちゃめちゃ大人気なパッドです。スキンフードといえばのパッドじゃないかなって思うんですけど、他のパッドと違うところがめっちゃふわふわなんですよ。パックとしても使えるんですけど、今日はこれパックしたので拭き取りとしてこうちょっとねエンボス面にボコボコボコってなってるの見えますかね。こんな感じでボコボコしてる面があるのでこれで拭き取っていきます。もうねこう見ていただいたら分かると思うんですけど、布団みたいなあのマジでふわふわなんですよ。で厚みが結構あるタイプでふわふわなので、この中にたっぷり水分が入ってるって感じになります。このね面で軽くだけ拭いてあげるだけでもう中にすごい水分入ってるので水分感が出てくれるのが分かると思います。本当に優しく拭くだけで OK です。これでねトナー代わりになるので、こんな感じでね拭き取ってトナーの代わりに使ってあげたり、もうね分かります、このしっとりめっちゃ優しく拭き取るだけでこんなにしっとりと水分補給してくれるんですよね。でこれ私今拭き取りとして使ったんですけど、パックとしても使うことできて、こんな感じで半分に裂けるんですよ。私こう半分に裂けるタイプのパッド大好きで、なんて言ったってコスパいいじゃないですか。裂いて使ってあげることができるんですよ。こうやって貼ってあげたりとか、2枚使ったらこことここにも貼れるし、すごいコスパいいなと思います。洗顔後にねこんな感じで顔をね落ち着かせたい場所にこういう感じで貼ってあげて使うこともできます。1枚が2枚になるってだけで、これ60枚入りだから120枚として使えるってことじゃないですか。私こういうの大好きでお得なねパッド探されてる方にはおすすめしたいです。水分もねちゃんと1枚にいっぱい入ってるので、まあ、メイク前もそうだし、ドライヤーする時とかこう気になるところにねペタペタ貼って使ってあげることもできますし、拭き取りとしても使えます。こんな感じでパッドで水分を補充してあげて、次アンプルですね。でこういう角質とかをケアしてあげたときは、私は残りのスキンケアを基本鎮静のスキンケアで終わらせることが多くって、なので今日は鎮静系のものを使おうかなと思います。ちょっとね持ち運び用のちっちゃいやつを持ってきたんですけど、はい、ビープレーンのシカテロルアンプル、これ買った時についてたミニサイズのやつで、これちょっと旅行の時にね最近持ち歩くようにしてて、なんか最近ちょっと、まあったかいじゃないですか気温。このアンプルはね夜使うのに向いてるかなと思います。冬とか春あたりは朝も使ってたんですけど、朝使うとちょっとねもっちりしすぎてるかなって思ってて、姿勢肌、私姿勢肌なんでちょっともっちりしすぎてるかなって感じなので、夜はねちょうどよくて使ってます。これを塗ってクリームなんですけど、メイクプレームのインテカスーディングクリーム、これを塗っていきます。めっちゃくちゃ軽いんですよ、水分クリームなんですけど、こんな感じですごい細いチューブになってて塗りやすいから、まあ、持ち運びやすいし、こう衛生的にもすごくいいチューブタイプ。ここちょっと汚れたなと思ったらこうピッてあのティッシュとかで拭いてあげればずっと綺麗に保てるっていうのがすごくいいなと思ってます。で本当にさっぱりしてるんですよ。姿勢肌の私でも夏のメイク前全然使えるし、もうスーッと伸びてくれて、むしろちょっとひんやりしたような感じ、使いやすいんですよね。こんな感じでなるべく角質ケアした後は負担なく使えるようなこういう鎮静系のもので締めてあげる感じですかね。こんな感じでね私の今日のナイトスキンケア見ていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。今回ねおすすめしたこちらのスキンケアの商品のリンク概要欄に貼っておこうと思うので、気になった方はチェックしてみてください。すごいレモンね、じゃんちょっと日本語で書いてある、焼酎やん、焼酎の会社。うん美味しい。
めちゃくちゃうまいやこれ。ねこれでもさ、二口くらいで割れそうじゃない？もっと買えばよかったな。ね、これめっちゃうまいやん。自分のレモンないねんで、これだけやで自分のレモンって思う。よこせ、よこせ自分のレモン。これ酒としてじゃなくて普通にさ、飲み物として。みんなお酒は二十歳になってから。でもこれ美味しいよ。日本にもあるってこと？うん、白鶴だもん。確かにこの2個なわけある、ま、桃とかありそうじゃん。ぶどうとか桃ありそう。うまいわこれは。日本で流行ってんのかね。え、いろいろありそう。桃ある。え、美味しそうやん。桃、りんご、梅。梅、うまうまそう。梅酒。え、ナイスナイスナイス、チャンス。一緒にできる感じか、これ対決じゃない、うん、イエーイ。ポケモンのキャラの名前をハリにされました。男しかない。でも女の子見て髪の毛長いし、くくってるみたいな。